第五代、リシュリュー公爵アルマン・エマニュエル・ソフィー・セプティマニード・ビニュロー・デュ・プレシは、フランス復興政治外の政治家である。フランス革命戦争とナポレオン戦争の間は、王党派の一人として、大将の地位にいながら、ロシア帝国陸軍において、将校として仕えた。第四代、リシュリュー公爵ルリアントアーヌ・ソフィー・ド・ビニュロー・デュ・プレシと、その妻アデライード・ド・オートフォールの息子として、 パリで生まれた。父は、ルイ15世の長身ルイ・フランソワ・アルマンド・ビニュローリュー、プレシの息子で相続人である。祖父の存命中は、シノン伯爵の称号で知られたアルマンは1782年15歳の時に、ロザリード・ロシフォールと結婚したが、夫婦関係は、形式的なもの以上には決してならなかった。結婚して間もなく自分の教師と共に旅行に出かけ、ジェノバ、 フィレンツェやベネツィアを訪問、外国旅行から3年後に、王妃マリー・アントワネットのこのエレン隊に入り、翌年には、ルイ16世の元年老いた祖父が宮廷で勤めた内廷寺住長の地位を受け継いだ。内廷寺住長は、ベルサイユ宮殿では、毎日の崇高な儀式、ルベート宮廷人の儀式の間に、王の傍らにはべることが務めであり、若年にして、シノンの心境と的な厳格さが、 宮廷の評判となったのである。1788年に祖父が没すると、父は、リシュリュー公領を相続、シノン伯爵から、フロンサク公爵に改まったアルマンは1789年には、騎兵隊の中のエステルハージ連隊の隊長を、務めている。同年の10月5日、ベルサイユ行進が始まった時は、パリにいて、国王一家の安全を危惧し、 変装すると群衆に紛れ込んで王と王妃に警告すべくベルサイユに向かったのだが路上の多くの人々を突破することができず林の近道を取る。怒れる群衆が宮殿前に集まったちょうどその時に到着するとマリー・アントワネットの元へ駆けつけ王の部屋へ避難するよう要請しようとする。そうすれば間違いなく王妃の命は流れるだろうと考えたのだ。 マリー・アントワネットの指示のもと、フロンサクはパリを離れ、ウィーンに向かった。彼女の兄で神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世とフランス革命について議論するためである。ところが、フロンサクが到着する前にヨーゼフ2世が死去したため、彼はヨーゼフ2世の弟で兄の転移を継承したレオポルト2世のフランクフルトでの戴冠式に出席し、 ウィーンのハプスブルク家の宮廷に随行。そこで、オーストリアの外交官、シャルル・ジョゼフ・ド・リーニュ大公の息子であるシャルル・ド・リーニュとの信仰を温めた。フロンサクは、リーニュと一緒に、ロシア帝国陸軍に、義勇軍として参加することを決断。もう一人の友人ルイ・アレクサンドル・アンド・ルールド、ランジュロン博の堂々もあり11月21日に、モルドバのベンダーの司令部に到着した。 三人は、アレクサンドルスボーロフのイズマイール攻略に立ち会い、戦いにおける功績により、フロン作は、ロシアの女帝エカチェリーナ2世によって、セイゲオルギー勲章を受章され、黄金の剣を賜った。そして2年後の1791年2月、父の死に再死リシュリュー公爵を就職した。フランス王室に仕える。 様々な貴族の一部の不祥武将のせいで、ルイ16世はすぐ後に、リシュリュウをパリに召喚した。チュイルリー宮殿の内定自重長として再任するためである。しかし、彼は宮廷における自信はなく、6月20日の夜に、バレンヌ事件を通報された。オデッサのリシュリュウ公の彫像、リシュリュウの宮廷での役割は、王、革命のパリで沸騰している。 あらゆる先導から助ける上で役に立たないと感じたので7月に王の許可によるパスポートを憲法制定国民議会から得て外交官としてウィーンに戻った。オーストリアでしばし滞在した後はドイツ国境の町コブレンツに拠点を置いていたルイ16世の東園のコンデコをルイ5世の反革命亡命貴族軍に参加した。しかし、 コンデ軍が散々な敗北をこむった後、エカチェリーナ2世がコンデ軍指揮下の将校をロシア帝国陸軍に召し抱えることを申し出たため、リシュリューはそれを受諾してロシアへ移った。ロシア陸軍においてはリシュリューは大将の地位に置かれたが、エカチェリーナ2世の後継者であるパーベル一世による不当な懲罰と彼が考えたことがあった後、彼は自らの職権を諦めた。 ところが、パーベル一世が1801年に殺されると、情勢は、皇典、信仰を結んでいた、信仰帝アレクサンドル一世が即位、それに伴い、フランスに合法的に帰国することのできない、違法亡命貴族のリストから、リシュリューの名が消去された。これはリシュリューに関してはフランスを掌握した、ナポレオン・ボナパルトから安全を保障されなかったのだが、 アレクサンドル一世一下の新たなロシア帝国政府の要請によって取り消しが受け入れられたからであった。そして1803年にアレクサンドル一世からオデッサの知事に任命された。2年後の1805年にリシュジュはオスマン帝国から獲得したばかりで新ロシアと呼ばれた大きな大城の土地の総督になった。そこにはヘルソン県エカテリノスラフ及び クリミア半島が含まれていた。11年にわたるリシュリューの統治において、オデッサは規模、重要性において大いに発展し、同時に人口においても帝国第三位となった。1828年に彼のために銅像がオデッサ市民によって混流され、これらはオデッサの階段として知られるようになり、頂点にリシュリュー像が飾られている。また、 1806年から翌年まで、ロト戦争を指揮し、コーカサスの拡張にも関わった。ナポレオン失脚の1814年に主流は、フランスに帰国したが、ナポレオンがすぐにエルバ島から戻ってきたため、ルイ18世とリール近くで堂々、そこからロシア軍に再び参加するために、ウィーンに戻った。アレクサンドル1世との地域で、ルイ18世とフランスの利益に、 最善の奉仕ができるだろうという目論みからである。リシュリューの文章は彼自身を大勢復古の始まりにおいて重要な支援者であると指摘している。しかし彼の没収された財産のあらかたが記憶の彼方に失われたにもかかわらず自分と同じく帰国した亡命貴族とは思想が異なっていた。彼らの集まりと陰謀から自身を長期間のロシアの亡命で距離を 置いたからである。よりに、具体的には、彼は、フランス革命の成果に逆行する亡命貴族たちの妄想を共有しなかったのである。ロシア皇帝の個人的な友人として、リシュリューの退伏外同盟における影響力は大いに役に立ったが、この事実に関わらず、シャルル・モーリス・ド・タレー・ランペリー・ゴールから、職将の就任を申し出された際、長期間フランスにいなかったことと、 その時の状況に無知であることを言い訳にしながら断っている。しかし、同時に新しい超党派主導の大議員の開会に伴うタレーランの辞職後、リシュリューはマチュード・モンモランシーにたびたび促された上で首相の継承を決断している。フランスが大変早く同盟軍の占領の負担から解放されたのは主にリシュリューの影響力による。これを達成するために、 彼は1818 18年にアーヘン会議に出席した。しかしそこにおいて彼は、もし革命問題が復活すれば、新生同盟軍がフランス国内に介入することを、はっきりと通知された。同年12月、同僚に選挙法の改正で支援を拒否されたため、首相を辞任したが、1820年2月13日に起きた、ルイ18世の老いで、後継者のベリー以降、 シャルル・フェルディナンダルトは暗殺事件とエリー・ドゥカーズの失脚後2月20日に再度首相に就任した。しかし2度目の在任期はユルトラと自由主義者からの政治的攻撃によって支持されておらず1821年12月14日に辞任、翌年の1822年5月17日に率中で死んだ。55歳であった。リシュリュー公爵は おいのアルマンフランソはオデドラ、シャペルド、サンジャンド、ジュミラクに受け継がれた。ありがとうございます。